こんにちは、もたし平介です。今日は動画編集をテーマにお伝えしていきます。動画編集者として月賞20万を稼ぐにはどうしたらいいかというところで、今回は動画マーケティングの会社、株式会社ネスピアの代表松見達也さんに来ていただいてます。では簡単に最初に自己紹介をいただいてもいいですか？松見達也と申します。福岡で動画マーケティングの会社を経営しております。株式会社ネスピアの代表をやっております。主な取引先は7割が住宅会社さん、工務店さん、残り3割が自治体で、 100% 企業だったり法人向けに B2B の動画マーケティング支援というところをやっております。今日はよろしくお願いします。では早速お願いしてもいいですか？今回月賞20万円を目指す動画編集者さん向けに必要なことというところで、何枚かスライドを用意してきたのでお話しさせていただければなと思っております。先に自己紹介というところで、企業向け自治体向けに動画マーケティング支援を行う株式会社ネスピアの代表をやっております。どんなことをやってるのかっていったところでいくと、取引先の経営戦略ですね、会社の戦略をまずヒアリングして、動画の最初の部分、企画から最後の部分、分析まで全て一括で管理できるサービスを運営しております。さっき紹介あったように、取引先の7割が住宅会社さんになりまして、残りの3割が一般企業だったり地方自治体というところになっております。私自身が今36歳なんですけど、新卒から15年間 B2B の領域でずっと仕事をしてきました。その経験を生かして個人のイメージが強い YouTube チャンネルっていうものを企業に提案しているといったところです。その他に SEO のローカルメディアの運営だったり、地元のまちづくり活動、あとはコーチングやフリーダイビングなど、最近はいろいろと新しいことにチャレンジをしております。まず動画編集者さんのポジショニングやスタンスの話っていったところで、動画編集者さんのポジショニングって本当にいろいろあると思うんですけど、3つあって、そのうちの1つ目、事業会社から直で委託業務を受けるっていうところは、これ結構難易度高いかなと思ってまして、動画編集だけの能力だけじゃなくて、他にもたくさんのスキルが必要になってくるかなと思ってます。これ個人で無理に受けちゃうと、ちょっとクレームになっちゃっててんやわんやしてる人結構いるなっていうふうに思ってます。2つ目、今日は僕の話はこの2番目の制作会社から委託業務を受けるっていう時の場合の話がほとんどなんですけど、ここは動画の制作のスキルとか、業界の知識が求められるかなと思ってます。最後が YouTuber の動画の編集業務を受けられてる方、 YouTuber とか個人の編集業務を受けてる方、ここが一般的な動画編集者さんのイメージなのかなと思ってるんですけど、皆さんどんな感じですかね。ただ今回はここのイメージじゃなくて、2番目の制作会社から委託業務を受けるっていうところでお話しさせていただければなと思ってます。なんでかっていうと、3番目はどちらかというとこれからちょっと厳しくなってくるかなっていうところもありますし、スキルが積み上がっていかないようなイメージがあって、僕のおすすめは制作会社から委託業務を受けるというところが、月賞20万に近づくには一番おすすめ。イメージとしては、 YouTuber から委託受けるのはよく、Twitter とか SNS で見る感じの人たちがここら辺が多くて、制作会社から委託業務を受けるっていうのは、達也さんみたいな会社、いわゆる動画マーケティングとかを専門にやってるところから受注して仕事を受けるみたいな、下請けとしてみたいな感じですよね。事業会社から直で委託業務を受けるっていうのは、例えばうちの会社フェピネスから受けるみたいなイメージであってます。そうです。うちは動画の別に会社じゃないんですけど、自分でやってる事業は手帳とかね、コミュニティとかって、それの動画制作お願いしますみたいな感じですよね。事業会社から直で受けると何が難しいかっていうと、その人たちは動画のこととか SEO のこととか全くわからない人たちなので難しいよっていう、他にもいろいろ難しい部分があるかなと思ってます。3番目の YouTuber からの委託業務っていうのは結構消耗戦になるかなみたいな、でかつスキルが積み上がっていかない、シンプルに時間の切り売りになっちゃうっていうところが、ちょっとこの先きついかなと思ってます。なのでおすすめは2番。そもそもスタンスの話なんですけど、動画編集にコミットするのか、それ以外もやるのかって意外と発注者見てるよっていうのがあって、結構これあるあるなんですけど、動画編集もやってるんですけど他にもこういうのもやってて、こういうのもやっててみたいな人って結構たくさんいて、なかなかそういう方って選ばれにくい傾向にあるかなと。この2番の場合はですね、やっぱり動画編集にコミットしてる人とそうじゃない人って結構スキルの積み上げの部分で差が出てくるかなっていうところです。なのでどういうスタンスでいくのかってところも結構大事かなと思います。次に、動画編集で月賞20万楽勝ですって書いてるんですけど、これガチで月賞20万円は遠くないと思っております。
理由がいくつかあるんですけど、動画の編集業務って当たり前のことを当たり前にできているだけで勝てます。当たり前って何っていうのはちょっと後で説明するんですけど、それからそもそも動画編集業界の市場の状況ってもうマジめちゃくちゃいいです。需要と供給のバランス合ってないです。なのでまずはまあ動画編集で突き抜けた方がいいんじゃないかなと思ってます。よく聞かれるのが、なんか突き抜けた後どうするのかみたいな、たまに聞かれるんですけど、それはまあその後考えればいいんじゃないですかねっていう感じで、それぐらい今っていいんじゃないかなと思ってます。需要と供給のバランス合ってないかなっていう感じです。要は動画編集者が足りてないっていう状況ですよね。足りてないですね、はい、はい。さらに例えばなんですけど、1本1万5000円とかで継続的に何本を毎月発注したいっていう発注者さんって実はめちゃめちゃたくさんいます。僕もここに当たります。発注者が会社であればあるほどこの状況にはなりやすいですよね。はい。月賞20万円を稼ぐにも、まあ、道はいくつかあるんですけど、茨の道か楽勝な道かみたいな。楽勝の道はこの1本1万5000円の案件を毎月同じクライアントから営業なしでもう自動的に受注する、もうサブスク契約みたいな、これがめちゃめちゃ最高で、これやってれば毎月10本から15本ぐらいをコンスタントにこなせれば月収20万円を超えますよと。シンプルですよね。結構茨の道なのが新規のクライアントをずっと探し続けるっていう、これマジで大変。なんでかっていうと、毎回新しい編集のデザイン考えないといけないし、コミュニケーションも大変だし、考えること多すぎる。だから時間とともに労力が減っていかない。でもサブスクで基本的に毎月同じクライアントから受注をしてると、時間と同時にスキルも上がっていくし労力が減るので、結果的に時給が上がるっていう感覚、うん、でこのゾーンに入ると月賞20万円はいくんじゃないかなと思います。同じ発注者だから、要はルーティンでやっていけて、そのルーティンがあるからこそどんどん生産性を上げやすいってことですね。そうですね。コミュニケーションコストも下がる、労力も下がる、うんうん、と営業しなくていいっていうところですかね、うんうん、まあいきなりはあれですけど、徐々に慣れていくと月収20万円はいくんじゃないかなと、うんうん、さっき出てきた当たり前のことは当たり前にできてればいいですよって話なんですけど、はい、僕が考える動画編集業務の当たり前って何って話で、一つ目、誤字脱字がない。マジで誤字脱字があるだけで実は発注者って超萎えるんですよね。萎えますね。でこれね、非常に重要です。結構毎回誤字脱字がある編集者さんたまにいらっしゃるんですけど、やっぱ仕事減っていくイメージがあります、うんうんうん、これポイントがあって、チェックするときに、一人でチェックするときは2回やった方がよくて、1回目が要は動画編集のスキル的な部分のチェック、例えば SE が抜けてないかとか、 BGM がどうのこうのだとか、ここでポイントテロップ入れるよねみたいな、そういうルールの確認をする。もう1回がテロップに誤字脱字があるかどうかってところを確認する。でうちの場合はこの2回を必ずやって出してますね。とはいえ動画編集者さんって、まあ、例えばリモートでやっててお一人でやってる方が多いと思うので、そういう時は例えば自分のパートナー、例えば旦那さんとか奥さんとかにちょっと手伝ってもらうとか、誤字脱字の部分だけ見てほしいみたいな、これって違う人が見ると新しい発見とかもあったりして、おすすめ、誤字脱字が毎回ないだけでいい動画編集者さんになると思います。僕も20人ぐらい多分今まで依頼してきて、ある人は毎回ありますもん。それに返すのも大変ですし、チェックを返すのもですね。2つ目が、毎回の動画の提出前に必ず最初から最後まで YouTube 上で動画確認してますかって話なんですけど、これ必ずやってください。なんでかっていうと、ミスの多くにこれをやってないがゆえに、例えば5分から6分の間だけ BGM が消えてるとか、プレミアプロから書き出すときに終わりのなんか設定するとかありますよね。そこを間違えちゃって10分の動画がなぜか30分になってるとか結構あるんですよ。あと修正項、修正した項も必ず動画を最初から最後まで見る。プレミア上を修正するとそこからずれていったりとかもするんですよね。それを確認せずにそのまま出しちゃうと、クライアントからの信頼信用落ちちゃうみたいな。なので最初から最後までどんなに些細な修正をした場合でも必ず確認するということをやった方がいいですね。これ当たり前です。これやらなかったらそういうなんかポカミスが出ます。3つ目、カットあとは1秒単位ではなくワンフレームの単位でこだわるっていうところで、動画編集者言い悪いってなった時に、結構雑な人はカットが雑です。カットはとにかくこだわった方がいいです。ワンフレームごと息継ぎの
ていうのを切るだけですごく聞きやすい動画になります、うん、ここは仕事のプロとしてこだわるべきかなと思ってますと。あとは当たり前のことなんですけど、納期のギリギリで提出しないと結構よくあるんですけど、10月1日の23時何分とかに送ってくるっていうところは結構印象が悪いかなみたいな、いつもいつもギリギリでやってるってことは、まあ何かしら人間だからミスしてるだろうなみたいな感じで発注者の人思っちゃったりもするところなので、納期は前に出した方がいいかなと思います。あとは顧客を理解するってとこですね。動画編集業務って顧客のことを理解しなくてもできはするんですけど、顧客のことを理解した方がより良いですね。顧客っていうのは、うん、まあ制作会社のことではなくてエンドのユーザーのこと、うん、なのでわからない言葉とかも多分出てくると思うんですけど、その時に調べたりとか業界研究をやった方がいいです。この辺が動画編集業務の当たり前っていうところだと思ってます。よくありがちなのが、動画編集終わりました、確認してくださいってトンって投げてくる人いるんですけどね、じゃなくて僕いつも言ってるのは、じゃないと自分のバリューも上がっていかない。テキストコミュニケーションの最適化でいくと必ずってくださいみたいな、そういうテキストコミュニケーションをしてあげると本当に喜ばれますね。結構大事だなと思うのがこそですね、顧客の気持ちって隠れてるんですよ。顧客の気持ちをどん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 理解できるようになってくるとコミュニケーションコストがめっちゃ下がる。そうすると時給単価が上がります。なので希少価値の高い動画編集者になりますと。動画編集ディレクターっていうのが、まあ、Twitter とかでもたまに言われたりすると思うんですけど、これになる必要は全くないです。じゃあディレクター業務って何をするのってなった時には、やっぱまでできるようになると希少価値はかなり上がるかなと思ってます。